かちょっと狙ってみたらバーチとくやんで、これはい、バードレイ7個目が恋の速記。おはようございます。お願いします。どん、おはようございます。うおー、ありがとうございます。吉田正尚やセブンズ TV をご覧の皆さん、おはようございます。東西街道連の芝生です。本日はですね、愛知県丹羽郡大口町にございますメガコンコルド1177大口41号通り店さん、初めてです。抽選参加人数が300以上、400未満ぐらいいたそうなんですけれども、やり合ってましたね。34番、吉田正尚選手の番号、これはね、一発狙っていこうかなと思います。では入場。おはようございます、よろしくお願いします。さあ行きましょう。とりあえず打ちたいところがあるんだよ。いや開いてっかな、番長が開いて。おはようございます。ちょっと待って、迷子になった。あ、1台空いてる、1台空いてる、奇跡がある、空いてる、よかった。朝一から打ちましょう。ギルティクラウンです。俺打ち、俺打ちとは、俺流の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。はい、というわけで朝一はギルクラからやっていこうと思います。打てる幸せ最高。昨日えぐいぐらい出てるんで、設定のところはどうかなっていうところもあるんですけれども、とりあえず打ちながら吟味していければいいなと思います。うわー、嬉しいな、朝一からギルクラ打つめっちゃ久しぶり、割楽しみ。いきます。よいしょ。通常じゃ中押し派なんで中押しさせていただきます。ギルクラに関しては僕実機買ってもいいって思うぐらい好きなんで、下手の横好きなんですけど、だからちょっと今日ええところをね見せれればなと思います。最近ほんまにギルクラ打てども打てども全然こっち向いてくれないんで、こっち向いてくれるように今日はしていきたいですね。あ、一面っすね、一万役やけど、もしかしてチューチェ、はい、あ、やっぱり確定チェリーや、中押してたからっすね。あの出目から来るんですね。強め、オッケー、ARD 確定です。やっぱ順押ししてたらあれは見抜けるんですけど、すいません。バーまで進めてきたらバー揃ったりもするらしい。強め、あ、さあ1ゲーム目外れ目、エンピレを当選、完璧。さあ助けに行きましょうか。いきます。本日一発目のギルティクラウンはなんと確定チェリーから。目押しはクソでした、すいません。さあ行きましょう。もうこの一発目で決めたいですね、いろいろと。2かな、はい、アップ。そしてとりあえず一発を揃えときたい。おお、のんみ、ほい、よし、ワン、はい、おセーフ。これでナビありの状態に戻ってきました。あー、揃えよ。おお、また、うまい、順押しの神、もう揃えよ。オッケー、はい、2個目、もう無理か。まあまあ、2個2個2個ストック、オッケーよ。ニコニコでございます。いや最高や、この物件の。これで4連目まで確定、ステージ2なんで、ここでもエンピレオを狙っていきたいんやけど、そうだ、お願い、そうだ、あ、チェリー、強チェリー、はい、上乗せ5、上がってないか、上がってそうか、ダミ効果かかってない、強水か、当たってますね。 OK、 確定画面みたいにちょっと外します。ベルこぼし、ボーナス確定、ナイス、はい、はい、じゃあ青7です。強水化からいいね、流れはよし、はい、10ゲーム上乗せ、レベル2が10ゲーム上乗せは結構嬉しいよね、まあ、3の時にボーナス引けまくれば最高なんですけど、まあ、それは贅沢っすよ。1位でどれだけエンピレを入れれるかっていうのが結構重要なんで、3はもう嫌おなしにいかないと死ねって台から言われてるもんと一緒なんでね。残念、はい、残念ながらストック使いました。ハンマーボイド、ボイドハンマー、ハンマーボイド、ハンマーカンマーボイド、あー1、
お、いきなり手をかざしておる。あー、きょんちゃんスリプレイです。確定。しかもこれ、あーあああ、長い。オッケーオッケー。 S ランク、レバー叩いて7カットインくればえぐいことが起きるかもしれん。はい、来た。あー、ベルか。まあいいだろう。エンピレオの方が多い。来いや。おっしゃ、来た。おい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 、ロングチャンスやぞこれ。ボイドアタックでの当選なんで、渋い位置でロング。さあ、夢を叶えに行くぜ。さあ、ここはね、ここから大事。これで次、あ、全然ロングじゃなかったと思う。あ、セーフ、帰ってきた。オッケー、順押しがやっぱり神様の使い手よ。順押しがやっぱり神様の使い手よ。左でやってみるか。あ、ナビ、ながら変えちゃった。あー、終わり。そう。まあまあ、とりあえずレベル3アガペです。ここやな、ここここ。ここで MP 入れまくりたい。もう上がったかもしれん。お、上がってんな。あ、ザクスイカ、上がりました。おい。お、大丈夫やろ。おいよー、エンピレオ。さあ、2発目のエンピレオ。今度こそ行くぞ。マレ役。強スイカ、これボーナス当たっとったら、ロングのチャンス。最大級のナイスタイミング来ました。これもまた渋い位置でロングです。めっちゃいい、めっちゃタイミング噛み合ってる。しかもこれでアガペのゲーム数も上乗せされるんで、ちょっとマジバグらせっかもしれへん、これ。はい、620枚獲得。何ゲーム乗るんやろな。まあまあまあ、10ゲームでも OK よ。残り32ゲームになったわけやから。いや、もうギルクラの良さがギュッと詰まった動画にしたいです今日は。ベルで乗りゃその時点でロングやから。なあ、とりあえず相当しいねんけどな。キリプレイ、おっしゃ、来た。これロングや、多分。来た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 、ぶっ壊しチャンス。うわ、揃えよ、とりあえず。オッケー、生きてる生きてる。もう揃えよ。なんでなん、なんでやねん。え、揃えよ、もう。シューちゃん、シューちゃん、シューちゃん、シューちゃん。生きてた。さすがロング。乗るんちゃう、これ。外れかい。おー、乗ったー。オッケー。ただ揃ってないのにー。もう右手の調子悪すぎるんで、今左手でいきます。あー、これバーきたら俺行っちゃう。あ、いや、行かない。オッケー、インノーリ、インノーリ。オッケー、3つ目。お役乗ってくれへんかな。オッケー、4つ目。さあ、5つ目来るか。来ました、5つ目。レールから上乗せ、6つ目。まだロングです。7は揃わない。うわ、マジか。ちょっと狙ってみたらバーチとけんで、これ。はい、バーゾレ7個目がコイドストップ金。あーす、で、まだいてる。最高や、ロング。マジたまらん。神、神の領域に手突っ込んでるわ今。祈り、おいよ。はい、8つ目、まだいてる。よし、9つ目、10個目です。 OK、 まだ終わってなかった。11個目。 OK、 12、まだ生きてる。 OK、 あー、終わったか。まあまあ、上出来ですよ。13個バーのせい、うち1個がバー。最高、たまらん。最強のロングでした。今ね、ゲーム数124なんですけど、リアル100ゲームくらい継続した。楽しい。そしてこの曲もうたまらんよね。もうこの ART で終わらせたい今日。もう約束された勝利への道を突っ走っていきたい。そう、いかんかったか。残り32ゲームあったのに。まあ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 、よしでしょう。継続ですと。はい、これさっきのバー揃いの分です。ほい、ボイドアタック。ナビはない。エンビから来い。あー、1対1。まあまあまあ、ステージさんね。オッケーオッケー、やり直しましょう。来た。はい、近く。はい、ゼロのせ。あ、上がったかも、ラスト1ゲームで。これ上がってたらここまで継続してるんで、まあランプはついてないんですけど、熱いんよな。オッケー。何のその継続です。ステージ1。さあ、もうこれで。お、なんで、え、フレンズ。あれ、これもしかしてまだ高ランク持ってる俺。フレンズ流れる時って基本高ランクある時なんやけど。楽しくなってきた。まあ、楽しくなってきたって言ってるんですけど、さっきアガペぶち殺しましたからね。まあ、大量の屍の上に成り立つのがギルディクラウンなんで。
お強水化、はい、VC 上乗せ5ゲーム、はい、はい、青7です。有利はボイドストックありと。あ、最終ゲームで楽しい。しかも強水化ウィンボーナスでした。たまらんなこれ。はい、ボーナス強水化からランク B で10ゲーム、都合40ゲームのステージ2以上から、あー弱いレベル、あ、ステージ2ね、上がったかな。 OK、 エンピレオステージ2でエンピレオ行くのはいいことよ。よし、一発2個のせい、十分ナイス。21連目まで確定かな。おい、はい、継続。あれ、あ、これはボイドチャンスが隠れで乗ってましたよってこと。10ゲーム乗ってた。今最高のタイミングでエゴイストが流れた。はい、じゃあ改めて継続です。はい、やっぱりフレンズが流れてたんでありましたね、高ランク。まあ3よね。よし、行こう。おー、来た。おいよ、ギリギリ間に合った。残り1ゲーム。よし、一発、2発目。はい、2個ストック十分。おい、あ、長い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 。あ、びっくりした、もうびっくりした。レア役とか、レア役とか、あ、波がない。ほい、さあレア役、やばし。強水化ステイさん、強水化ナイス。お、スカンいました。 OK、 ナイスだ。おー、はい、ワンセット上乗せ、十分十分。エンピレオ1回でワンストックのみ。はい、おお、継続確定、ボーナスか。はい、強水化からビッグです。追走終了、1859枚、上乗せ30ゲーム、でかい。ステージ1じゃなければ相当嬉しかったですけどね。まあステージ1でも間違いが起きるかもしれん。おやおや、これちょっと待って、これボーナスか。 RT さん、ベルコボス引いてたんで、 RT3 じゃない ?3 やんな、これ3です。行きました、伝説の。あ、5か、5の可能性あるぞ。そうよな、これチェリーやんな。えぐいぐらい今から VC 乗っていきます。マジかよ。え、ボーナスちゃうやんな。マジか、3上がった。これ高設定の可能性あるわ。RT3 っていう状態、まあ、チェリー降格状態なんですけど、ここに移行するのが5が一番移行しやすいんですよ。VC が50ゲーム、すごい。その RT3 っていう状態に移行しやすいのが5621っていう順番やったっけな、なんですよ。なんでどっちにしろちょっと熱いっすね。残り3ゲーム、ソーター、あっつ、強チャンスリプレイ、まだ乗せる VC、 55ゲーム、赤揃えや。よっしゃ、ストックプラスエンビデオ終わり。まあ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 、7ゾロ1回してくれたんで、いやでも1回揃えたかった。ビバレへんかな、まあセリフ出てきてないんで無理やと思うんですけど、まあね、まあ、55ゲームあるんでこれ使い切っちゃダメです。使い切る前に子役引いて入れないと。55ゲーム使い切ったやんけー。はい、いやあ、レア役引けんかった。白いぞ、来ました、2角。いボイドランク S 確定です。やばいな、今日引きが強水化やったんやと思う。逆押しするとちょっと強弱がね、フラッシュでしか分かんないですけど。さあ1対1対1、来いや、おら3、ナイス、 80% もろたやろ。 OK、 うーん、乗せなし。ガイ、どうしてこうなるんだよ、乗せゼロだよ。はい、おい、はい、20セット目、上乗せ10ゲーム、ナイス。あら、上がってたか、追加から上がってました。おー、 12.5%、 ナイス。1個欲しい、1個欲しい、頼む。さあ、押し、 OK、 欲張り、あー欲張らなきゃ男じゃないっしょ。 OK、 よいしょ、2個セット、
と26連目まで確定かな。あっついんちゃうの、外れか強チェリーか、これが最高なんよね、これ外れか強チェリーか待ってるこれの時点で強チェリー2角なはず。はい、 OK、 待ってて祈り強チェで、ほい223、まあまあまあいいでしょう。あっつ使いて使いて、はいクラウン、はいクラウン、クラウン、クラウン、おー全部クラウンなし、呪文してやろうかな、強チェリーかな、ジャックチェリーボーナス確定、はいジャックチェリーからアカン7です。はい、ちゅうわけで2476枚、で10ゲーム争い最高ですわ。マジでね、やっぱギルクラで2000枚 J 超えんのって結構むずいんでね、まあ、行くときはストトトトーンとほんまえぐいぐらい出るんですけど、なかなかね個人では体験しないことをこのねもう5号機末期ギルクラももうすぐなくなるんではないかなって時にできて幸せ者です私は。さあさあ幸せな気持ちをこのまま持続させていこう。もう一回外れから、うわゲロ滑った今。 OK 強水化、さあレベル2ステージ2一丁2です。お500、あ下段リップ当たりました赤、おっと王の右手で削れ、はい王冠ゲット、はい王冠ゲット、はい王冠ゲット、王冠なし、ここはないねや、強ベル上がりました、あボーナスでした、強ベルからボーナスです。おクラウンビッグナイス、はいクラウンビッグボーナスです。はいというわけで3214枚、7ぞろいはありませんでした、上乗せ20ゲーム、はい、おこれお、これってもしかしてあれじゃない、これボイドチャンスリバースのチャンスのやつです。なんでもしかしたらまあ、残り5ゲームしかないですけれども、ボイドチャンスリバースいくかもしれへん。残り3ゲームか5ゲームになると発生しやすいんですよ、あのセリフ。長押します、ナインかい、ナインかい、期待しちゃったよナインの。終わりかな、あーまだおった、覚えてない以上にストックがある。はいステージ1、おー予告音のみでかい、ほい強水化、彼女が僕を支えてくれたんだ、おステージ3の方が多い、ここに来て来いや、おい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 、そんなんいらん。まあまあでも2でも OK です。34年目、んこのリプレイで上がったかな、ナビ工学もしかして、うおー2角ドン、めっちゃ久しぶりのエンピレオ、最後にエンピレオ行ったんがちょっともう覚えてないぐらい前や。さあ行きましょうエンピレオ、絶対に乗せる、うわー気持ちよかおー確定です。しかし赤7を枠内に押すことによってバーが滑ってくるかもしれない、あーそんなことはない、おいよ OK2 セット目 OK、車内2セット OK です、楽しい、おい、来た、さあどっちでしょうか、あーこれボーナスの方かな、ボーナスの方ですね、当たっておりますが一応外して確定画面が見たい。はい ART チャオナナ今日チャンスリプレイから、ナイスリプレイで継続、共通ベルどうだ、おおまだいた、そろそろ危険、ああまだおった、どうですか、ああやっぱ終わりか、終わりましたね、ああ終わった。というわけでトータルでステージ1が24回、ステージ2が10回、ステージ3が5回の39セット、4039枚、もう十分ですね、すごい楽しい、朝一の ART がこんな楽しくなるとは思わなかったっす、こんなに一撃なかなか出ないんでね、さらに上も目指せるんじゃないかなっていうぐらいなん で一応 ART3 に1
回移行したと思うので、まあ、とりあえず打ち続けようかなと思ってます。まあ、確定画面はそんな出えへんけど、水着とかも出てきてないし、もしかしたら引き強でやっちゃったのかなっていうところもあるんで、まあ、その辺と警戒しつつ、まあ、ギルクラ上でも引きがなければ出ないですし、下でも謎の引きやったらバキバキに出るんで、もっといいところを見せてくれるように頑張って回していきます。バイオハザード7です。こちらの方の台が89の7とで、こちらの方が69の5、 R2 がこちらの方が26の48、アネモネこの方の台はグラフプラスでしたね、28の17で、こちらの方もずっと粘ってますね、21の13で、39の22で、こちらの方が38の26、1570枚、モチキズナ2、55の60、ガンツ10の36、4000枚出てますね。モンキーターン、 ありがとうございます、37の11、あ、綺麗ですね、これありそうかな。バン3で絶頂2回確認しております、44の9、49の9ですね。でこちらの方が64の6で、マド2なんですけど、こちらの方が一番いいかな、26の19で持ち玉が4119枚と。プレミアム花花22の14、5148回転、143分の1、26の19で5232回転で5119分の1と。 CC エンジェルが141分の1です。グラフ的にはプラスですね。22の12、鬼浜がすげー出てる、バラエティ65の17、もうじゃ物語4 37の21、以上です。もろもろのことはエンディングの方でお話したいと思います。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。というわけでメガコンゴールド1177大口41号通り店さんでの実践を終えてエンディングでございます。結果の方いきたいと思います。投資が8000円、朝市が変わっておりませんで、回収が3000枚ちょいといった形でプラスです。はい、朝市ね、中押しでストーンとこぼした確定チェリーからギャンと伸びてくれたんですけど、やっぱロングに入ってくれれば強力やなと。でその後もね、やっぱりそのボイドチャンス中のレア子役でのこの出目的なね、逆から押すのか、まあ、左からあんま押してないですけど中から押すのかとか、いろんなところの楽しさっていうのがね溢れてたなと。ねえ、まあ朝一ガッと出玉取った後は一回もボイドチャンス入らなかったっす。強チェリ飛行が強チャンスリプレイ飛行が行かなかったんで、でも RT3 には上がってるんですよ。5の引き弱なんか2とかっていう可能性もゼロではないんかなとも思っちゃったんですけれども、ガツンとちょっと最後ね出玉飲まれちゃいましたね。というわけで本日の動画、エンピレをあのタイミングでボーナス引いてロング開けて13個ストックしかも1個バーすげえなとか、今日も動画が面白かった、あとセブンズ TV のことを応援したいというお気持ちがございましたら、ぜひ動画の方にグッド、チャンネル登録よろしくお願いします。あと僕の Twitter とかもフォローしていただけると、これほんと感謝の極みでございます。はい、というわけでまだまだ 5.5 号機さよならシリーズ続きますので、まあ、1月いっぱいはちょっと 5.5 号機の方のね、いろいろ上がると思うんですけども、次回ケイデンス上げてるんで、そちらの方もよろしくお願いしょという感じでお届けしたいと思いますので、そちらの方もお楽しみお待ちください。それでは私がセブンズ TV の動画が上がると思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。本日はこちらの方誠にありがとうございました。またよろしくお願いします。